秀吉から学ぶお城落としのコツ。私なんとですね、歴女っていうことで歴史がすごく大好きなんですよ。私はね、歴史がね、高校卒業まで大嫌いだった。大嫌いだったし、地理も大嫌いだったんですけど、なぜ好きになったかっていうと、やっぱり何かをきっかけに変わるじゃないですか。で、これがバスガイドだったんです。バスガイドで、やっぱ各地方に行くと、もう、いろんな戦いが起こってるところとか通るんですよ。関ヶ原の合戦が起こりましたでやるとか、まあここだったら例えば、まあ、三木城っていうお城があったりとか、まあお城見えないですよ、お城見えないけど大阪城でもそうじゃないですか。まあいろんな戦いがあったっていうところを通った時にそのお話をしないといけないんですよ。はい、っていうことで暗記をいっぱいしていったからこそ、あ、豊臣秀吉はここでもこうしてこうしてこうしてって繋がっていくんだっていうストーリーが出来上がるということなんですね。ね、まあ、そんなところから私は歴史がすごい大好きになったので、まあ、経営です、経営学ということなんですが、経営学何と結びつくのかっていうところですね。お城落としのコツっていうところから、まあ、私がこの今経営者としてやってるんですけども、何が一緒なのかっていうところを、まあ、お話しできたらなと思ってますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。この兵糧攻めとかってね、あるんですが、お城を落としていくときに、まあ、水攻めであったりとか、まあ、いろんな攻め方をして、まあ、お城を落としていくんですよね。でお城って、まあ、すごい強固に作られたわけですよ。だって落とされたくないから作るわけじゃないですか、普通は。なので1日で落とそうと思っても無理です。これは1日は無理で、やっぱり何ヶ月も前から計画して、関ヶ原の合戦もそうじゃないですか。何ヶ月も前から計画してやっと、1600年9月15日に岐阜県の関ヶ原町って今もありますけど、そこで戦いが始まったわけなんですよ。で、ここのお城落としの中でやっぱり秀吉が三大城攻めっていうのをやってるんですね。でそこの一つが鳥取城っていうところで兵糧攻めっていうのをしました。兵糧攻めっていうのは何かって言ったら、食べ物ですね、食料とかそういったものをもう封鎖してしまうんです。全部、もう入れないようにするということですよね。でそこで何をしていったかっていうとですね、鳥取にいた領民たちもみんな秀吉たちがもうみんなあのお城に集まれと、お城に集まれというか、多分ねお城に集まるように持っていかせたんですよね。でいうことはそこに、食料があるわけじゃないですか。お城には食料があって、でそこに城兵たち、あのお城に住んでる人たちですね、その人たちに与えられたその食べ物はあったんですけども、何ヶ月かあったんですが、4000名っていう領民たちが入ってきたわけなんで、たった1ヶ月でもうね食料っていうのがなくなっちゃうんですよ。でそして、そこを囲っている秀吉軍がいるので、全然食料が持っていくことができないんですね。っていうかことはもうね、お城まで入っていかないわけなんですよ。で、そこでですね、結局、ここの領主が切腹をするということで会場にはなったんですけども、でそこで会場をした時に秀吉が取った作戦っていうのは、お粥をみんなに満腹食べさせてあげるって言って満腹食べさせてあげたんですが、まあ、これもちょっとした計画でもあったんかもしれないです。ここでもうお腹が空きすぎてるんで、この城内に残った人たちって何をしたかって言ったら、鳥取城って勝衛殺しって言われて、本当に干からびていくっていうことなんですが、もう 2,3 ヶ月も経ったらですね、もうその辺りに生えてる草木であったり、あとはカエルとかで馬、飼ってた馬、乗馬とかも、馬もそうだし、あとはもう亡くなった方のその血肉とかを食べてたって言われてます。はい、っていうぐらいちょっとむごいお話にはなってしまうんですけども、まあそんなところからですね、秀吉が最後にお粥を与えた時に急に食べたもので、もうそのまま腹痛というかね、もうそのまま死んでしまう人がすごい多数いたって言われてるんですね。で、まあ、そんなところから秀吉と黒田官兵衛が攻めていくんですけども、これっていろいろ計画をしていかれてるっていうことで、簡単にうまくいくわけではないんですよね。やっぱり計画的にやってる。で目標っていうのをちゃんと立ててます。その鳥取城をじゃあどうやって攻めていくかって言った時に、兵糧攻めにしようっていうのを決めたわけなんですよ。
で、兵糧攻め、じゃあなんでその鳥取城は兵糧攻めだったのかって、例えば水攻めでも何でもあると思うんですけども、そうではなくて兵糧攻めにしたって、これちゃんと目標が定まってます。きっちり決まってるんですよ。で、決まってるからこそ逆算をしていくんですね。例えば私だったら親孝行がしたいってずっと思ってました。で、7年間借金を背負ったりとか、もうほんと稼げない時期があったんですよ。で、そこの時に親孝行ってじゃあ何をやりたかったかって、明確にちゃんとやれてたかっていうと、そこができてなかったんですよね。で、そこからしっかりと逆算をしていった時に何をしないといけないかって分かるわけなんです。例えば皆さんが朝起きてどこに向かうか、ベッドから出てどこに向かうかって言ったら洗面台であったりトイレなんですよね。じゃあ何をするために向かうか分かってるじゃないですか。洗面台ってことは、もう私はもう歯磨きするためですよね。っていうことはもう目標が定まってるんですよ。目標があって歯磨きをするって、歯磨きするから洗面台に行くわけですよね。っていうことはお城を落とす時も、お城を落とすためにじゃあ何をしていかないといけないかってすごい細かくなんですが決まってるんです。で、私たちは、じゃあお金を稼いでいこうと、やっぱり経営者として稼いでいこうってなった時に目標がある程度決まってるわけじゃないですか。目標であったりとか、例えば稼いだらこうなろうとか、自分はもっと輝きたいから、あ、エステに通おうって、エステだったら50万かかるなとか思ったら50万稼ぐために働いていくわけなんですけども、そこが明確になってなければ本当に稼ごうっていう気持ちにならないんですね。なので明確にしないといけない。例えば豊臣秀吉が、あ、鳥取城落とそうかな、落とせたらいいなって思ってやりましたかっていうことなんです。そうじゃないですよね。絶対に落としてやるっていう気持ちでやったはずなんですよ。このビジネスをするにあたっても、投資をするにあたっても、やっぱり副業をするにあたってもそうなんですけど、覚悟を決めれてますかっていうことです。何でもそうですよね。パチンコで、例えばパチプロとかスロプロっていると思うんですけども、スロットをするときにプロになっていこうって思うんであれば、本当に覚悟決めれてますかっていうことです。遊びでやってたら、遊びというか、まあなんかお金稼げたらいいなって思いながらやりに行ってたら絶対稼げないです。稼げたらいいなじゃないんです。稼げたらいいなから、私は絶対稼げるって一緒ですよね。お城絶対落とすって決めてるわけです。で、決めるんですよ。で、決めるからこそやっぱりうまくいくんですよね。っていうところを、目標とか夢っていうのが、まあ、あなたの中で何か決まってるはずなんです。お金を稼いで貯金しますっていうよりかは、貯金をするんであれば、その貯金って何に使うのっていう話なんですよ。最終的に貯金でもいいと思うんですね。だって何があるかわからないから。私だってじゃあ明日もしかしたら何かで車にひかれちゃって、まあ、入院しないといけないってなった時に、じゃあ300万かかりますよって言われた時に、300万本当に払えるかどうかじゃないですか。じゃあそこに貯金でもそうなんですけど、じゃあその貯金というよりか毎月の収入がどれだけ入ってくるのかなんですよ。毎月20万って入ってきてて、急に200万飛びましたけどまた20万ですであれば意味がないので、そのじゃあ200万をベースにしていくんだったら、ずっともう安定的に200万稼いでいこうっていうところですよね。この覚悟っていうのを本当に決めていけたら全然稼げるようになります。で、稼ぐっていうね、まあ、お金のところで言ったらそうなんですけども、そうではなくって、今回はこの歴史上ですね、紐解いていくということでですね、鳥取城は勝衛殺しっていうのが行われたんです。で、今実際にちょっともうキャラクターとしてはなくなっちゃってるみたいなんですが、勝衛さんっていうねキャラクターが出てて、カエルを持ってるんですけど、カエルはもうなんか死んじゃってるカエルみたいな、一時期そのご当地キャラクターって多くなりましたよね。で、そこで勝衛殺しっていう、まあ、鳥取城のお話があったので勝衛さんっていうのが出てきてたりしたんですけども、まあ、私は結構豊臣秀吉とか戦国時代がすごい入りやすかった、歴女としてはね、初めはすごく入りやすかった。で、まあ、またこういった動画もたくさん撮っていこうかなと思ってますので、はい、ぜひぜひですね、歴史が好きな方はもうマイチャンネル登録と、そしてまあ LINE アットもね追加いただけたらいいなと思いますので、
今回秀吉からですね学ぶお城落としのコツ見ましたよって LINE に入れていただくと、私と個人で塚本真由から直接ですねあなたに LINE を届けさせていただきますので、ぜひぜひご登録ご追加ください。はい、では今回は最後までご覧いただきましてありがとうございます。